不動産経済研究所によりますと今年上半期の東京23区の新築マンションの平均価格は前の年に比べて60.2%高い1億2962万円となりました過去最高だった1991年の9738万円を上回り上半期として初めて1億円を超えました資材や工事費の上昇に加え 高立地で販売された高額物件が価格を押し上げました東京、神奈川、埼玉、千葉の1都3県では平均価格は8873万円となりこちらも過去最高となりました